春巻きを包んでいきます。春巻きの皮は乾燥しやすいので袋から1枚ずつ出します。春巻きの皮は片面がザラザラしています。片面はツルツルしています。ツルツルしている方が揚げた時に表面になりますので、具材を乗せるのはザラザラした面になります。よく冷やした具材を真ん中よりも少し手前に並べていきます。春巻きの皮の手前を具材にかぶせます。残りの隅っこには海苔を塗ります。海苔は小麦粉とお水を溶いたものになります。海苔が濡れたら左右を折りたたみます。あとは手前に転がしていきます。最後、糊が乾いていれば塗り直していただいたら結構です。これが春巻きの包み方です。